い、こんにちは、グリードです。昨日ですね、ラッシュ COD 部門お疲れ様会をしました。歴代 COD メンバーがね、集まって、今までのね、その結成からの物語をちょっとみんなで振り返ったんですけど、プロ対抗戦とかそういう大会ぶりにみんなとね集まって、非常に面白かったです。最後にね、ハセシンも挨拶に来てくれたりとか、振り返り配信の様子はね、ラッシュゲーミングのチャンネルに上がってるので、ぜひ、まあ、見てみてください。今日は新武器の SMG の動画を流そうと思うんですけど、その前にちょっとお知らせがあります。この動画がおそらく上がるであろう次の日、10月2日にちょっとアメリカに行ってきます。まあ、この時期でアメリカといえば、もう皆さん大体想像つくと思うんですけど、新作コールオブデューティの発表イベント COD NEXT にご招待をいただきましたので、行ってまいります。COD NEXT っていうのは、まあ、去年からやってる、まあ、COD の本当超一大イベントで、世界中からストリーマー300人、400人を呼んでの発表イベントでした。去年の規模感的にはおそらくね、1億以上は確実にかかってるであろう規模感だったんだけど、今年はちょっとどうなるかな。COD NEXT の配信日時は日本時間の10月6日の午前1時からになります。去年はね、僕のチャンネルで現地からね、ライブ配信を行ったんですけど、今回に関してはまだね、イベントの詳細を発表することができないので、まあ、また続報は僕のツイッターだったり、この YouTube チャンネルの投稿だったりで発表すると思うので、よろしくお願いします。去年はね、グッピーくんと言ったんだけど、今回なんとラッシュゲーミングから2人、僕以外に2人います。ウィンレット五郎が来ます。この二人とね、アメリカ行くの、おそらく COD の世界大会行ったぶりだから、3年4年ぶりとかになるかもしれないですね。ちょっとラッシュのね、 COD 部門は今ね、無期限で活動休止中で、ウィンレットはストリーマーとして頑張ってて、で、五郎がね、今スト6、ストリートファイターの方でちょっと競技目指して頑張ってるんですよ。めちゃくちゃうまいんですよ彼。今回はそんな二人と仲良くアメリカに行ってまいります。果たしてウィンレットは入国審査を突破できるのかどうかっていうところですかね。もしかしたらウィンレットがいないかもしれませんね、当日ね。それとあれだね、新作の COD について何かこう質問がありましたら、ぜひね、コメントの方によろしくお願いします。ちょっとね、チェックしてまいりますので。というわけで、この後は新武器の SMG の動画流したいと思います。イベントの続報に関しては YouTube、Twitter、 ぜひチェックよろしくお願いします。FPS において頭がいいに越したことはない。僕でもさ、やっぱりその世界の超トッププロの立ち回りはできないわけだから、やっぱ僕自身もやっぱ海外のプロプレイヤー見てて、うわー、立ち回り頭いいなーって思うこといっぱいあるから、やっぱりそれを一から生み出せる人は本当に頭いいんやろうな。やっぱトッププロって本当頭いいんだと思う、海外の。割りかしいい大学出てるもんな、みんな。アメリカの。COD のトッププロってね、割りかし高学歴なんですよね、みんな。すげーいい大学出てたりする。これ下か上かどっちだ。アドバンスト。なんじゃそりゃ。アドバンスが出てる間に、借り尽くせ。これ上か。外周、上。外周、上。これは、多分下。うわー、マジか。お、アキラさん、12ヶ月継続メンバー登録ありがとうございます。1周年か。わ、おめでたい、これは。本当に早いですね。海外プロの選手見ると、ちょくちょく育ちの良さ。そうね、あのね、アメリカで、あれだけゲームに集中できる環境の家ってね、わりかしぶっちゃけかなりお金持ち。かなりお金持ち。アメリカでプロゲーマー目指せるぐらいのお家ってお金持ち。
日本で考えるよりかなりお金持ち。だからやっぱり結構いい大学ちゃんと出てたりとかするね。いっぱい来てるな。ジャンプ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 ジュイージャンプジャンプ。ジャンプジャンプチュイー。はーい、アドバン、え、アドバンス出てんのに。アドバンス出た、マジか。待って、弾がない。あ、弾がない。なんでこっち向いたんだろう。やばいんだが。死ぬわけにはいかない。ここで。死ぬわけにはいかない。マジかよ、弾、ここに来て弾問題。弾が足らんのです。量じゃなくて弾が足らんのです。弾足らねえよ。500発じゃ足らねえ。全然ミスったな。お掃除するな。外からにしよっか。14発はちょっと心もとないな。いやー結構この試合早く終わりそうだな。100は厳しいか。下だ。うまくない、あなた。それよく反応してきたな。下降りた。ワンチャン100狙ってみるか。この辺で湧きそう。この辺じゃないか。向こうは気になった。 V トルキルしてくれ、頼む。こっちは木だ。よう耐えたな今の。リスポーン変わった？こっち来るね。お薬、フラグ来るぞ。ザイニング。いやーマジか、82。いやーこう試合終わっちゃうな。アクは無理かこれ。長引けばワンチャンあったかな。え、あれそこってドアあったっけ。え、待って、知らなかったんだけど。何やって、知らんかった。これ湧くんじゃない、これ今倒した人。あー終わっちゃう、ダメだー。ここ 1,2 年僕がね本当に活動をまともにできなかったの本当に申し訳ないから、モダン3から本当頑張ります。